セント・ジョンズベリー・アカデミーは1842年に創立されたアメリカ合衆国バーモント州にある私立、驚学のボーリングスクール。9年生から12年生と PG に約1000人の生徒が在籍している。最寄りのバーリントン国際空港から車で約90分ほどのバーモント州の北東部にあるセント・ジョンズベリーにキャンパスを構える。通学生は バーモント州やニューハンプシャー州の50を超える町から、両生はアメリカ合衆国15州や世界30国から、集っている。アメリカの教育省から、模範的な学校の一つと過去に称された、教育実績を誇る。平均の1クラスのサイズは12人と小さく、生徒と教員の距離の近いアットホームな環境で、生徒は日々学んでいる。教員は、約120名勤務しており、 約80%が終身号、または、博士号を保持している。アメリカのボーディングスクールの中では先駆けて、早い時期から、世界各地からの留学生を積極的に受け入れており、長年にわたり日本人留学生を受け入れている、実績を持つ。学校施設は、約17万平方メートルの敷地内にあり、数多くのコミュニティカレッジや、リベラルアーツカレッジと肩を並べるほどの施設を、 維持しているカリキュラム数は全米屈指の200以上であり25科目でアドバンストプレイスメントレベル40種類の芸術クラス5カ国語や ESL など数多く開講している全米で教育バウチャー教育にかかる費用を地方自治体が補助する制度を最初に取り入れた学校の一つとされているアメリカンフットボールのライバル校である リンドンインスティチュートとの対抗試合は1894年から行われている。毎年10日間、東京の海上学園から生徒を迎えているほか、ドイツのシュトゥットガルトへの留学プログラムを設けている。毎年サマースクールを開催しており、約6週間生徒は地元でホームステイをしながら、英語を集中して学ぶことができる。著名人では、第30代アメリカ合衆国大統領の カルビン・クーリッチや2014年に開催された第22回、東京オリンピックに出場したスーザン・ダンクリー、元バーモント州知事のジョージ・ H ・プロ・アウティ、ピューリッツァー賞を受賞したジャーナリストのチャールズ・エドワード・ラッセルなどがここで学んだ。IB リーグへの進学者がいる中、全米各地の研究型総合大学、リベラルアーツ・カレッジや芸術大学を含めた多様な大学に、 多くの生徒が進学している。以下が、卒業生の主な進学先である。ありがとうございます。